熊ラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、ケンクラフトのフリップになります。はい、ね、ケンフィッシュオンって有名なね、ケンクラフトのルアーですね。でこのチャンネルではね、たびたびケンクラフトのルアーっていうのは紹介してると思います。で、その中でもね、おそらく多分ちょっと確認してません、すいません、ですけど紹介したことのあるアクアファミリーっていうね、海のね、生物を模したルアーのシリーズがあったんですよね。その中の一環で、これはイルカ型のルアーですね。ね、このフリップって名前はおそらくですね、これを言うとね、おっさんだなって思われるかもしれませんけど、その昔、これはね、アメリカのドラマだったんですけど、こちらでもね、吹き替え版として出てた、放送されてました、ワンパクフリッパーっていうね、イルカと少年が主人公でね、イルカがね、すごく頭のイルカが出てきてね、その少年のピンチとかね、その少年の前の人のピンチをイルカが助けてやるっていうね、名犬だし、ね、これもおっさんですけどね、みたいなね、のイルカ版みたいな番組がかつてあったんですけど、そのね、ワンパクフリッパーから取った名前かとは推測されます。で、大きさ的にはね、これ82ミリ、それから 6.1 グラムの、まあ、イルカ型のペンシルですね。で、これ、お腹の方見たら、載ってるんですけど、これ、1997FER って書いてあるんで、これ、1997年のフェブラリー、2月ですね。2月に発売が開始されたルアーみたいですね。で、ボディはですね、ペンシルには珍しくですね、受信移動を兼ねたね、ラトルボールっていうのが入ってるんですよね。で、これが、このラトルボールがお腹からお尻まで動くことで、尻下げの斜め、やや斜め浮きの姿勢を取るんですね。ですんでね、ダイビングからスケーティングまで割と使いやすいんで、このイルカはね、本当にこうピシャピシャっと飛び跳ねるようなね、そんな動きを、もしてます。で、腹びれもついてますんで、これ割と直進性もいいですし、横のね、動きを抑えた形かな、逆にね。だから、どちらかというと、ドッグウォークよりスケーティングですね。スケーティングも、こう、キレのあるスケーティングって言うんですかね。ダイビングしながら、キレのあるスケーティングを展開するね。そんな感じのルアーだと思っていただければ、使うときはね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、このアクアファミリーはね、ほんとね、面白いルアーでして、他にね、確か紹介したと思うんですけど、ラマンボウっていうね、マンボウ型のルアーもありましたしね、こういうね、ファンシーというか、なんとなく独創的、特徴的なね、形をしたルアーっていうのは、これはもうほんとバスバブル時代のね、名残っていうか、なんて言うんですかね、醍醐味な部分ですよね。いろんなところを追求しすぎた結果、他者と区別をつけるのがそういうところに持っていくじゃなかったっていうね、ブームの、中のね、苦しい部分が、このボディ形状にしっかり出てるとは思います。まあ、このルアーもですね、あまりこう見かけるルアーじゃないですね。アクアファミリーというか、言うと、どちらかというとラマンボウをね、一番、見かける感じがしますんでね。なかなかね、お手元に入りづらいとは思いますけど、お手元に入られた方は使ってみてはどうでしょう。でね、私と一緒のおっさんアングラー、ベテランアングラーさんはね、昔を懐かしんでね、使ってみてはいかがでしょうか。ルアーとしては決して悪くないですし、基本的にね、ケンクラフトのルアーっていうのは、いいルアーが多いんで、そこら辺はね、期待を裏切らないと思いますんで、見つけたら購入して使ってみてはいかがでしょうか。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。